皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。あー、子供に戻れたらな。皆さんはどうでしょうか？私はほとんど毎日のように思ってます。だってマザコンなんだもん。今私は26歳ぐらいなんで、18年ぐらい今からタイムスリップをします。さよなら26歳の私。子供に戻ってる。青木がもう生まれた時から女だったら、子供の時ってこんな感じなんですかね。すごっ、面白っ。もうなんかやばっ。じゃあちょっとキッズ YouTuber ごっこしますか。一人でさ、小学生がさ、お母さんのスマホなんか勝手に借りて動画撮ってる子とかたまにいるじゃないですか。そういう子の真似します。で、いきますよ。アドリブですからね。いきます。やば、お母さんに内緒で撮ります。雪見大福。じゃあ開けるよ。すげえ、こんなになってる。中にこんなスクイーズ。面白い。食べるなって書いてある。うまそう。本当にこれカメラ撮れてんの？学校のみんなにバレなくないから。 YouTube な人だけ。すげー。これすごいよ。来たね。粉がめっちゃついた。難しいな。これキッズ YouTuber ごっこ難しいな。キッズ YouTuber って何やんの、そもそも。今日は、あのパパで遊ぶよ。イエーイ。ってやって、ね、こうやって。アンパンマンが、やってくれさー。プッシュって感じ。ジャングリカラカラカラビンカー。お池にはまってさ、大変。おまけに途中も、こんにちは。ぼっちゃん、一緒に遊びましょう。咲いた、咲いた。私は元気。歩くの大好き。どんどん行こう。なんかね、面白い。ハマっちゃいますね、これ。現実に戻った時のギャップが辛いかもしんないけど。これいいな。面白い。ただ髪の毛の色が少し違和感ある。だって小学生髪染めないじゃないですか。ね？染めないでしょ？じゃあなんか音楽に合わせて踊ってみます？
体が透明になってきた。いかがだったでしょうか。今回は最近流行っているスナップチャット、通称スナチャって言われてるんですかね、いろんなフィルターを使って普段とは違う自分に変身するというアプリで遊んでみました。ちょっとあれだいぶ漏れすぎですけどね、でも面白かったです。またなんかの企画で使えたらなと思います。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱も画面の下にありますので、チャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。結構いろんなフィルター試したんですけど、これ撮影中になんか顔の前とかに手とかが障害物が来ると、そのフィルターが外れちゃうんですよ、一瞬ね。で、その時に、うわっみたいな。ね、元の顔がこれだから、まあそうなんですけど、いわゆるフィルター最中はもう、あ、別の自分になれてるみたいな。すごいウキウキなんですよ。でも本当の自分が映ると、うわっみたいな。理想から現実に、一気に、うっってやられるっていう。難しいけど。まあ、たまに、こういうお遊び動画もいいのかなと思って今回やってみたんですけど。やっぱ、あれですね。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく。